「ハンターハンターの」あの富樫さんの話を書いてあるんですけど要は面白いコンテンツを作れる人であれば締め切りなんか関係ないよねって話をしたんですよ。 でそれに対する反論として「ジャンプっていう毎週毎週その売ってる雑誌があったりとかじゃあそれを作ってくる印刷所があったりして社会が回ってるからそれが重要だよねっていう話でそういう真面目に仕事をしている人たちっていうのが真面目であるということで評価されたいっていうところから多分出てくると思うんですけど残念ながら雑誌って減りまくってるんですよ。 あの10年前にあった雑誌で今売ってないやつっていっぱいあって要はその真面目に締め切りを守って原稿を作って印刷所の人が頑張って雑誌を作ってコンビニとか本屋に卸したとしても人は買わないんですよ。なので真面目で一生懸命働くっていうことって実は価値としてほぼないんですよ。 才能があって優秀な人がさらに真面のであ富樫さんが毎週毎週漫画描いてくれるんだったらそれはそれでいいと思いますただ重要なのは時間を守ることとか真面目であることではなくて人ががが欲しるるコンテンテツが作れることなんですよなので人が欲しがるコンテンツを作れることっていうのができないのであれば真面目であるってことは価値ゼロなんですよその真面目であれば人が物を買うんであれば雑誌って潰れてないはずなんですよ だってその毎週毎週ずっとちゃんと締め切りを持って原稿を書いてるライターさんとか漫画雑誌とかがあってでもそれがどんどん減っていくわけですよ。コミックバンチってもうなくなったと思うんですけどそういう漫画雑誌とか飛鳥新社が出した漫画雑誌とかもなくなってると思うんですけどなので残念ながら真面目であることより人がお金を払いたくなるような価値を作れるクリエイターっていう方が価値があるというより人がお金を払う価値っていうのを持ってない人って価値ゼロなんですよ。 ただその人たちが作ったものを提供するのは真面目な人が回さなきゃいけないよねってあるんですけどこれってワーカーの考え方なんですよね。 例えば印刷工場の人たちとかが真面目に働いてるっていうのってあるんですけどでも残念ながら真面目に働いてるだけの人って非正規雇用だったり外国の労働者だったりとかそもそも論外国でこれ作るわみたいなので会社ごとなくなったりするんですよ例えばタオルを一生懸命作って毎日その朝9時に出社して一生懸命タオルを作ってるおっさんがいましたとそのタオル工場ってでも日本でタオル作るより中国でタオル作る方がよくねっていうので会社ごとなくなるんですよなのでタオル職人 の作るタオルを買いたいっていう人がいればその人はずっと仕事があるんですよ。 なんでその優秀っていう言葉ってあの頼り引い出てるっていう意味なんですけど真面目であることって残念ながら他の人にい出てるという能力ではないんですよね要はもっと安い人がいたら別に安い方に行くよねっていう話なので僕がそのそれ書いた時に割と反発がツイッターで多かったんですけどその真面目であるということを褒められたことで真面目な人の方が良いよね真面目な人で生きてった方がいいよねっていうのを思い込んだことで何か幸せになりますか っていうう話だと思うんですよ今その僕みたいに真面目であることって無価値だよっていう人って少ないと思うんですよ。ただ真面目であることが良いよねって言ってそれを信じた人ってリストラになったり非正規雇用になったりまあアルバイトになってると思うんですよね。でアルバイトで長時間働いてる人って大体時間ちゃんと守るんですよ。 アルバイターって時間守れないとクビになるんで、でもじゃあアルバイターをずっと続けてて幸せになれますかっていうと、あの残念ながら給料低いじゃないですか。で、僕時間も守らないし、今日のスパの仕事も13分ぐらい遅刻してから配信始まったんですけど、でも残念ながら一般のアルバイターの方よりお金稼いでるんですよ。 でそれがなぜかっていうと真真面面目目といいうよよりも真面目じゃなな部分のの価値を持ってるからなんですよねその遅刻をしたとしてもあの金が稼げるんだったらその人の方がいいよねっていうのがあるので僕は真面目な人って無価値だよねっていうことで多分反発があってそういう社会的な価値観が良くないって思う人いらっしゃると思うんですけどそれで真面目な方がいいよって信じた人って長期的には損してて何らかしらの価値を作った方がいいよねっていう僕のメッセージがちゃんと受け取れてる人の方が長期的に は得をすると思うんで,すよ、ね、でまあ、これがどういう話かというと要は多数の方がバカであるっていうのってあの20分前ぐらいに言ったわけじゃないですか多数派が間違ってるので今の日本の現状があるんですよ。